アダム・シェルは、アメリカ合衆国のパワーリフターであり、プロレスラー。ノースカロライナ州、シェリルズ・フォード出身。WWE にて、原名、ブラウン・ストローマン &9 名、ブラウン・ストーマンのリングネームで所属していた。2012年3月4日にアーノルド・ストロングマン、クラシックのアマチューマ部門である、アーノルド・アマチュア・ストロングマン・ワールド・チャンピオンシップスにて、 総合64.2ポイントの成績で世界一の座をかけて優勝を果たしたことで世界最強な男という異名を持つようになった。だがこの異名はパワーリフティングにおける大先輩であったマーク・ヘンリーの持つニックネームとどうしても被ってしまうためやむなくして略称としてリングネームにつけたことが旧リングネームのストーマン・ストマンのきっかけ。だが ブラウン・ストローマンというリングネームはそこまで納得のいくものではなく、WWE 昇格時に変更するに至った。現、リングネームのストローマン・ストローマンは、略種型を変更し、として、新たに R の文字を付け加えた。ちなみに、前の名前につけているブラウンは、決して茶色を意味するブラウンとはスペルが異なり、実際に人名として使われている型のブラウンに、伴っている。 学生時代はアメリカンフットボールに励み、卒業後にメカニックポップの職業に就く。仕事をする方ら2009年よりパワーリフティングを始め、ストロングマンコンテストに出場するようになる。2010年にモンスターズ・オブ・ザ・ミッドランド2010にて優勝したことをきっかけに脚光を浴び始める。2011年、セントラルがストロングストマン2011をはじめとする。 アメリカ国内の各大会を優勝。2012年3月4日には、アーノルド・ストロングマンクラシックのアマチュマ部門である、アーノルド・アマチュア・ストロングマン・ワールド・チャンピオンシップスにて、総合64.2ポイントの成績で、世界一に輝いた。2013年3月4日、アーノルド・ストロングマンクラシックに出場するが10位という、結果に終わった。 NXT2013 年5月、アメリカのメジャー団体である WWE とディベロップメント契約を交わして入団。トレーニング施設である WWE パフォーマンスセンターにてプロレスの基礎を学ぶ。2014年5月26日、WWE、ER、RAW にてアダム・ローズ率いる仮想集団であるローズバズの一員として登場。12月19日、 参加団体である NXT にて、ブラウンストーマンのリングネームで、プロレスラーデビューを果たし、チャドゲーブルと対戦して、デビュー戦を勝利で飾った。2015年6月4日、デビューして数試合にもかかわらず WWE、スマックダウンのダークマッチに出場して勝利。上層部の期待をうかがわせた。 WWE 2016年、ワイアットファミリー時代2015年8月24日、WWE に昇格。RAW にて、ワイアットファミリーの新メンバーとして、黒いヤギのマスクをかぶり登場。ディーン・アンブローズとロマン・レインズを屈服させた。また、昇格に伴い、リングネームをブラウンストローマンへと変更した。9月20日。 ナイト・オブ・チャンピオンズ2015にて構想中であるロマン・レインズアンブローズ、そしてミステリアスパートナーのクリス・ジェリコと対戦。積極的に立ち向かってきたジェリコを最後にリフティング・アーム・トライアングル・ジョークで極めて勝利した。2016年7月19日、スマックダウン・ライブにてドラフトが行われ、従順目で RAW に指名された。同月25日、 RAW に移籍したことにより、ワイヤットファミリーから離脱。ジェームズ・ウェルスワースと対戦して一方的に攻めると、最後にリバースチョークスラムを決めて勝利した。11月21日、サミゼインと対戦するが、サミの入場中に襲撃を仕掛けると一方的に、痛めつけて、レフェリーストップで勝利。この一件から、サミと交想を開始。 12月18日、ロデブロック、エンドオブザラインにて、サミゼインと10分タイムリミットマッチで対戦するが、引き分けに終わる。2017年1月2日、サミゼインとの決着戦として、ラストマンスタンディングマッチで対戦。序盤より、場外戦を展開。中盤には、タイタントロンを目の前にした攻防で、ダイビングボディアタックを食らった際に、 ゲート下に設置された机に落下するが試合を続け、最後はリング横でパワースラムを連続で決めて勝利。試合後、ストレッチャーで運ばれようとしたサミに追撃を加えると、改めて勝ち名乗りを上げた。4月10日、RAW にてバックステージでインタビューを受けていたロマン・レインズを襲撃。失神してストレッチャーで運ばれるレインズに、 再び攻撃を加えると段差から突き落とし、最後に救急車に運ばれると自力で救急車を倒してみせた。同月17日、ビッグ、ショーと対戦。終盤に WMD を喰らい倒れるが、ビッグショーがコーナーに登ったところに急いで起き上がり捕まえ、ブレーンバスターを決めるとリングは崩壊。結果はノーコンテストになるが勝ち名乗りを上げた。同月30日、 ペイバック2017にてロマンレインズと対戦。手追いのレインズに対して圧倒。最後にパワースラムを2回続けて勝利。試合後にはスティールステアを用いて追撃した。5月8日、RAW にてペイバック2017で左肩を負傷したというアングルで左腕をアームスリングで釣った状態でカリストと対戦。試合中に ロマンレインズの乱入により左腕を攻められた以上。試合後、実際には左肘に故障を抱えていたことが明らかになり欠場することを発表した。6月19日、RAW にて、ロマンレインズ VS サモア城の試合中に、バックステージより現れた救急車より登場を果たす。この展開に気を取られたレインズは、背後から上にコキーなクラッチを決められ敗戦。 試合後に自身がリングに上がるとリバースチョークスラムで追い打ちし7月9日に行われるグレートボールズ・オブ・ファイアでアンビュラスマッチでの挑戦を叩きつけた7月9日グレートボールズ・オブ・ファイアにてロマン・レインズとアンビュラスマッチで対戦中盤より場外での攻防になりタイタントロンに激突してダメージを負いさらには 照明器具で殴打され救急車の車両後部に持たれる。この窮地にレインズがスピアーを仕掛けてきたところ避けるとレインズはそのまま車内に飛び込みドアを閉めて勝利した。試合後、車両から出たレインズにスピアーを食らうと救急車内部へと押し込まれバックステージでトラックと激突させられる。救急隊に救出されるが治療を拒否すると会場から姿を消した。 2018年4月8日、レッスルマニア34にて、WWE ロータッグ王座を保持する、ザバーに挑戦。試合前にパートナーを観客から選択することを宣言すると、レフェリーを務めるジョン・コーンの息子であるニコラスを指名して対戦。しかし、ニコラスに戦わせることなく一人で試合を進行し、最後に、セザーロにパワースラムを決めて勝利。ベルトをダッシュした。 同月9日、RAW でニコラスを学業に専念させる意向で王座返上した。同月27日、サウジアラビアジッタで開催されたグレイテストロイヤルランブルにて50人、グレイテストロイヤルランブルマッチに41番手で出場。最後にビッグキャスを脱落させて優勝を飾り、13人ものレスラーを脱落させる活躍を見せた。 6月17日、マネーインザバンク2018にて、マネーインザバンク、ラダーマッチに出場。試合開始直後から、他出場のレスラーたちに集中攻撃を受け戦線から、離脱。中盤に、ケビン・オーエンズ、サモア・ジョー、ルセフが、場外で争っているところに復活するも再び、攻撃を受けテーブルに寝かされるが抑えていたジョーとルセフ、お尻溶け。 スティールラダーに登っていたオーエンズを実況席に振り落とす。終盤にはアタッシュケースが吊るされた下のラダーでフィンベーラーと争い、さらに場外のトップロープから飛んで、自身にしがみついたコフィキングストンと三つどもえになるが、両者とも振り落とし、アタッシュケースを獲得した。2019年4月7日、レッスルマニア35キコフでアンドレザージャイアントメモリアルバトルロイヤルに出場。 終盤にハーディー・ボーイズと争うが、リング下に隠れていた参加者であるコメディアンのコリン、ジョストとマイケル・チェの妨害を受けるもハーディー・ボーイズを打ち、脱させ、チェは、敵前逃亡。そしてジョストにランニングパースラムの揚々で、抱え上げると、リング外へと投げ捨て優勝を飾った。2020年1月31日、200日、以上 WWEICO 王座を保持していた。 中村信介と対戦。ジョバー同然に王者を粉砕し、一発ダッシュに成功した。3月8日、サミゼイントンの防衛戦に敗れ王座陥落。4月4日、レッスルマニア36にてゴールドバーグと対戦し、勝利。レッスルマニアで WWE ユニバーサル王座を獲得した以降は、しばらく防衛戦が長期間続いたが、 梅雨の湿った時期に行われたエクストリームルールズ2020のタイブレー・ワイアットの沼地戦で、ワイアットの必殺技であるマンディブルクローにより、沼地に沈められて、行方不明になった。しばらく後のスマックダウンで、なんと変わり果てた姿のモンスター化したストローマンが沼地から現れた。その姿は、髪をすべて反り落として、坊主頭にし、上半身のコスチュームも大幅に変更し、 友人のアレクサブリスに暴力を振り上げ、ストローマンエクスプレスなるイントロムービーが入場時に追加され、入場時には大量の蒸気が放出されるようになった。モンスター化したストローマンはサマースラムでの対フィーインド戦に向けて意気込んでいたが、会えなくして自身の持っていた青い手法を失った。2021年6月に w WE から解雇された。 リフティングアームトライアングルジョーク場外線で用いられる助走付きの強化版ショルダーブロックで、その後はザナは自身のギミックとして派生した。WWE ロータグ王座。ありがとうございます。